ドドイツとは、江戸末期に、初代のドドイツ王戦火によって体制された、皇后による定形史。7.77.5の音数率に従う。元来は、三味線と共に歌われる俗曲で、音曲詞が、寄せや座敷などで演じる出し物であった。主として、男女の恋愛を題材として扱ったため上下とも、呼ばれる。7.77.5の音数率に従うのが基本だが、5字。 かぶりと呼ばれる5.77.75という形式もある。ド,ドイツ発祥の地比戦火が当時情報を中心に流行っていた吉シの節をもとに名古屋節の愛の手ドドイツドドイツを取り入れたという説が有力である。名古屋節は名古屋の厚田で生まれた神戸節が関東に流れたもので音律数も同じであることからこの神戸節をド,ドイツの起源、原型と考える向きもある。 実際、名古屋市や津田区の天馬町には、ド,ドイツ発祥の地石みがある。ド,ドイツが広まったのは、戦火自身が優れた演じ手であっただけでなく、その節回しが比較的、戦火の時代の江戸の人々は、生来の歌好きであったため、誰でも歌えるド,ドイツが、江戸庶民に受け入れられ、いわば大衆娯楽として広まった。今では、7.77.5という音律数自体が、 ドドイツを指すほどだが、ドドイツがこの形式のオリジナルというわけではない。ドドイツ節の元になった、吉子のの節や名古屋節の他にも、板子節、投げ節、労災節などの人句形式の全国各種の民謡が挙げられる。ドドイツはこれらの古い歌や他の民謡の文句を取り込みながら全国に広まった。そのため、古くから歌われている有名なものの中にも、 別の俗用等から拝借したと思われる歌詞が見られる。例えば、恋に焦がれてなくセミよりも泣かぬホタルが身を焦がすという歌は、酸化鳥虫歌にも召集されているし、松の葉にもその元歌らしき、声に現れなく虫よりも岩でホタルの身を焦がすという歌がある。7.77.5は、さらに5という音律数に分けられることが多い。この構成だと、 最初と真中に休符を入れて四拍子の自然なリズムで読み下せる。例えば、先の歌なら、恋に焦がれてなく蝉よりも鳴かぬほだる髪を焦がすとなる。なお、この最初の休符は、三味線の音を聞くため、との説がある。近年の方角の衰退とともに、定石の寄せでも一日に一度もドドイツが歌われない、ことも珍しくなくなったが、少なくとも、 昭和の中頃までは寄せでは欠かせないものであった。即興の文句で不死回しも比較的自由に歌われることも多い。俗曲として歌われる場合は七点七と七点五の間に他の音曲の触りやセリフなどを挟み込むアンコ入りという演じ方もある。ドドイツが比較的簡単なものだけにアンコの部分は演者の芸の見せどころでもあった。また、シャレやおどけ。 バレクなども数多くあるので、演者が楽器を持つ時代の漫才のネタとして、あるいはネタの形式として使われることも多かった。元来から創作も広く楽しまれていたドドイツであったが、明治の頃から歌物を離れた文芸形式としても認識されるようになった。ドドイツ作家と称する人々も現れ、新聞市場などでも一般から募集されるようになった。中には、 監視などのあんこ入りも試みられた。お陸の一子頭に季節のお題などを入れ作った、ドドイツ、NHK 文芸選票で放送されている。ありがとうございます。